はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。ですね、今回の動画は昨日ですね、2022年4月28日の、メンテナンス明けてバージョンアップしましたね。それについてちょっと思ったことを、話してみようかなと思います。まずはですね、アップデートして、思ったことはすべてにおいて早すぎるということですね。まだね、育成環境等々が、揃わないうちにまたちょっとね、高難易度に突入のダンジョンとかにね突入してますんでね、これをどういうふうにどのようにして考えてこういう風にしたのかがちょっと私にはわからないという状態ですね。まあね、こういう風な感じでやってますけど、実際のところ私クリアできていません。環境としては全く揃ってないっていうことですね。うん。で、ギミックとしてクリアしにくいのかな。ね、この敵エネミーね、非常ダメージが非常に通りにくい遺族、最初のターンに、敵味方全体に毒を付与する、その後固定ダメージの攻撃を行い続けるとかいう風な感じで、これもね、めんどくさいですよね。まあハードだからめんどくさいのも当たり前なのかもしれないですけど、まあ日課に入ってる部分でこういう難しくする必要性があるのかなっていうところですね。しかも、各属性の育成が終わってないというところでですね、まあこういうところもね、こっちもなかなか難しいんじゃなかろうかといったところですね。で、これをクリアするために拘束時間がまた長くなると、デイリークエストが今までも結構長かったりするのに、ダンジョンの方も、また一つね、拘束時間が少し伸びたと、二つ入るので、毎日、やらなきゃいけないですからね、毎日この二つをね、合わせなきゃいけないという感じですね。ハードの方はハードの方でな、AP 使ってですね、やっていかなきゃいけないので、これまた難しいという感じですね。まあ、こちらに関してはね、体力使っていくんで、暇な時にやればいいですけど、こっちに関して言えば、1日1回しか挑戦できないので、挑戦していくしかないですよね。やるしかないですよね。勝つ、勝たない、関係なく。まあ、負けるんでしょうがないんですけどね。で、まあ、それに伴って、今は、みなし語では回収だけですね。先ほどの、この、アイテムですね。アイテムを回収して、回収が回収していかなきゃいけないっていう感じですね。で、そうですね。まあ、これに関してもちょっと、毎日やったとしても20日かかるということですね。そして、先進ですね。先進吉野。吉原炎上ですね。吉原炎上が、まあ私、70ですね。まだ80に合わせてないんですけど、所持数がね、まだ200ぐらいあるんで、レベル80まで上げようとしてますけど、現状、ラグナロクが、非属性ではね、もう最大の限界突破終わってるので、まあ無理にやる必要性はないのかなと思ってます。で、ラグナロクの時はね、思わなかったんですけど、まあユガにしても、マキアにしても、エデンにしてもですね、それは思わなかったんですけど、それはなぜかというと、配布キャラクターですよね。無料で手に入るキャラクターなので、配布ではないな、報酬キャラですけど、とにかく、無料キャラクターが強化されるという意味で、ああ、いいことだなと思ったんですけどね、今回はガチャさんのキャラクターなんで、もしかしたら持ってないっていう方もね、いらっしゃると思います。で、そこでちょっと格差が
起きてくるんじゃないのかなと思います。まあガチャさんにしてもね、魔王やね、そうですね、魔王とユーリスか、ユリウスか、ユリウス、掃除等々ですね、エクストラプラスでね、手に入るようなキャラクターたちだったら、金ピカね、手に入るようなキャラクターたちだったらまだ良かったんじゃないかなとか思うんですけど、なぜに回収っていうねところが気になって仕方がないんですけどもね。まあ決めちゃったのは運営さんなんで、まあどうしようもないですけども、まあそこら辺の補填なり保証なりのね部分があるキャラクターならね、わかるんですけども、それいうキャラ、そういったキャラクターでなくて、まあ回収というところですよね。それについては首をかしげるしかないなと思います。で現状私もねそんなにキャラクターが揃っているわけじゃないですけども、まあレベル80にはなってないですね。ランチャンになってないですね。マオがなって D がなってないところですがね、まあここら辺からずっとなってないんですけども、まあこういった感じでね、まだまだ、育てなければいけないキャラクターが多いにもかかわらず育てきっていないというところにね、問題を感じております。もう本当にね、育成環境が整っていない状態で、上限の限界突破をね、クリアしていくっていうのはちょっとどうなのかなとか思います。であと今回ね良かったのは遠征ですね。こうやって 一瞬でね全回収できたり、全てって一度にねできるのはいいことだと思いますし、遠征自体はそんなに時間がね、時間さえあればそう難しいことではないんでいいことかなとは思うんですけどもね。本当にね限界突破、キャラクターたち、もうこれから吉野以外、吉原炎上以外ですね、みなしごだと、回収以外ですね、回収以外のキャラクターが出てくるということなので、まあ育成環境が全く整ってない状況でこういうことをされると離れていく人が多くなって、より多くなっていくんじゃないかなと思います。ちょっとね早すぎるんじゃないかなと本当に思います。あとそうですね、現状ね、舞踏会やってますけども、この舞踏会に関しても今のところ光属性に関して言えば、光じゃない雷か、雷属性に関しては対雷ですね。私まだこれだけしか、出せてません。でこのね、パーティー編成とか武器編成考える、時間がまたね一段と少なくなってきました。デイリークエストにねかかる拘束時間が、多くなったせいもありますし、それでね、やっていく構成を考えるね、ただでさえ武器等々少ないんでどうやったら、できるのかな、ダメージ与えられるのかなということもね考えなきゃいけないのに、その考える暇がなくなってしまったっていうのがねよくよろしくないかなと思います。でさらに、上限ね、限界突破上限をね上げたっていうことなんで、この報酬自体も、またね、800万から1000万、1200万、500、1500万ってなってくると、もう私の今の状況では、追いついていけない感じになってきますね。でギルドですね、ギルドクエストに関してもまたその前提条件が高難易度のねキャラクターでいくと思うんで、これまた
周回というか、まあ攻撃とかなんか参加しにくい環境になってきたのかなっていう感じですね。ただでさえ周回ゲーム、前回も言いましたけど、周回ゲームなのに拘束時間が長い。で、周回したとしても、ステップアップ、ステータスアップか、ステータスアップしない環境なので、まあ、面白みというか、やりがいがないですよね。で、アイテムドロップも渋い、ということなんで、まあ、時間の無駄になってくるんですよね。それであったら時間の無駄なゲームをやるよりも時間がね、取られないゲームをやるようになると思います。ソーシャルゲームって大体は時間のね、空いた時間で遊ぶっていうのが、本来の、目的だと思うんですけど、こんだけ時間取られるゲームもまあまあないんじゃないかなと思います。周回してね、ステータスアップなり何なりのボーナスがついてくるんだったら、やったもん勝ちになってくるんで、そこはそれでまた意味合いが違うとは思うんですけども、アイテムドロップが渋い割には、周回しても、意味が、なんか、ないんじゃないかなと。時間、下手に時間だけが取られていくっていう感覚に襲われるので、どうにもこうにもならんよなっていうところですね。うん、まあとにかく、前回も言いましたけども、育成環境等々、揃えてもらわないと、またさらに人が減っていくんではないかなと思います。うん、そうですね。本当にこのダンジョン自体がまたこの2つのねダンジョンでやりたくないよなっていうのが現れになってきました。本当になんかもったいないかなっていう気はします。まあね、長々と言いましたけど、今回のね動画も不満だらけです。もうちょっとね育成環境を整えてから、こういったねダンジョンを作るなり、限界上限突破させるなりした方が良かったんじゃないかなと思います。下準備ができてないうちにね、やるっていうのはどうかなと思いました。あまりにもね、初期税の方もしくは、重課金税の方にしか目がいってないんじゃないかなという印象を本当に受けました。まあね、ゲームとしては面白いんですけど、もうマンネリ化してる状況なので、もう少し、ライトユーザーが遊べる環境を作っていただければなと思います。本当にね、もったいない感じがします。せっかくシナリオがね面白くても、こうゲーム性がね、レベルが高かったりするとね、もうついていけないです。はっきり言ってついていけないです。うん、もう少し、様子を見ようかなとは思いますけども、そのうち私もやめるかなと思います。うん、やめるやめる詐欺はしたくないとは思うんで、やめるときにはきっぱりとやめるとは思うんですけども、今しばらくは続けていくつもりではあります。もうちょっとね、苦情は言ってすぐやめるのもねどうかとは思うんですけど、ただ、育成環境が鈍い、渋いとかね、アイテムドロップが渋いというのはもう始めた当初から言ってることなんでね、もうそろそろ1年経つんで、うん、まあ決めても、いいのかなっていう気はしてきました。はい、まあいろいろね、長々と話してきましたけども、これで、今回の動画は終わりたいと思います。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。
またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。